はいどうも皆さんこんこにちはです今回もね「ポケモンスカーレットバイオレット」いってきたいと思いますさあというわけで本日はですね皆さんに最新のイベント情報をまとめて紹介していきたいと思いますで本日新たにですねこの「ポケモン SV」でイベントの開催が決定したということでそちらを中心にね今回は紹介していきたいと思います ははいでは早速、ですね最新のイベント情報を1つ目から紹介していきたいと思います。はいこちらはなんと今週の金曜日ですね10月の20日からハピナスレイドが開催されるというものであります。 こちらですね最強ミュウツーレイド以来の開催となるんですが、まあ、豪華報酬であるテラピースや経験飴がですね主にすごく取れやすいというようなイベントになっておりますいやこれはありがたいですよねまあ、特にこの緑の仮面できらめくお守りをねもうゲットしている方は今回のハピナスレイドではねもうたっぷ プリとテラピースが手に入るんじゃないかという風に思いますで今回もレベル帯は星5のハピナスレイドとなっておりますのでレベル75の個体が出現するといった感じになっておりますで煌めくお守りを持っている場合は10個テラピースをボーナスで手に入れられるといった形になっておりますね で今回のハピナスレイドね従来から特段変わっていることはないと思いますのでこのガチグマですね暁ではなく翡翠のガチグマでいくとソロで全テラスタイプをワンパンできるというふうに思いますね持ち物は火炎玉で特性が根性になってますこれが一番大事ですねこれ暁はねこの特性根性がないのでちょっとワンパンするのは難しいかなというふうには思いますでこちら 技構成がぶちかましインファイト空元気ダ太鼓ですねこちらの4つを揃えていただくとどのテラスタイプでもワンパンすることができます立ち回りとしては1ターン目にダ太鼓をしてから、まあ、タイプによってねどれが当倍なのかそれとも効果抜群なのかっていうのは変わりますので、まあ、の抜群がなければ当倍のものを選んで、えー、攻撃するというだけですねで努力値はねこんな感じでマックスアップとタウリンを26個ずつ使って、まあ、残り何でもいいんですけど僕の場合はね 防御に振っておりますで一方ねガチグマを持っていない方はこのリングマでもほとんどソロでワンパンすることができます、まあ、同じく持ち物を火炎玉にして特性を根性にすると言っただけですね。 ただ、まあ、技構成ね見てもらったら分かるんですけども、もちょっとゴーストタイプ相手が結構難しくて、ワンパンというのがね、このかみ砕くでいくんですけども、ちょっとね、場合によったらワンパンできない可能性もあるんですけども、まあ、別にね、特段ワンパンにこだわることがなければ、普通にこのかみ砕く連打で普通に倒せますので、そこをね、安心していただきたいと思います。でで努力値はですねちょっと とガチグマとは違いましてまずマックスアップ22個上げてでタウリンを26個ですねそしてインドメタシンを4個上げるとこのようなステータスになります、まあ、ちょっとねリングマは素早さが低いので、まあ、こんな感じで36振ってあげると先にね攻撃がしやすくなるということでもしねリングマしか持ってない方はこのような努力値育成をおすすめします はいといととうことであと4日でねハピナスレイドが開催されるということが決まりましたけども実はですねその次のイベント、まあ、おそらく来週になると思うんですけども来週金曜日は最強レイドがまたね開催されるという情報がありますのでねそちらを今から紹介していきたいと思います。 まあ本日の朝ですね最強翡翠ジュナイパーレードがついに終了したわけですけども、まあ、なんとここからはですね翡翠ポケモンの最強レイドが続くという情報がありますなのでこれからの最強レイドはね残りの翡翠イ御三家2体ですね最強翡翠大剣ン最強翡翠爆風雲この2体が今後登場するというふうに言われてるんですけども、まあ、とりわけですね来週は最強翡翠大剣ンの方が登場するというふうに言われております まあこれは非常に楽しみですね僕もね開催が決定されたらすぐこのチャンネルでね技予想と対策ポケモンの動画上げていきたいと思いますのですぐにね動画がチェックできるように今のうちにチャンネル登録していただけたら嬉しいですちなみにね翡翠大剣気の色違いってこんな感じでめちゃめちゃかっこいいんですよね、まあ、なので欲しい方は、まあ、最強翡翠大剣気に買ってゲットしたあとね不可厳選でね手に入れるといいと思います さあ、そしてポケモン SV にまつわる注目イベントが他にも2つありましてこちら両方ですねポケモン GO の方で開催されているイベントとなっているんですけどもまずは悪事キングのイベントですねこちらはですね現在開催されている伝説レイドバトルでですねゲットできるというような仕様になっているんですけども、まあ、それがですね終了があと4 かですね10月の20日金曜日の10時に終了してしまいますので、まあ、今回ねゲットしたい方は必ず参加していただきたいと思いますで今回のイベントではですね初の悪事キングの色違いがポケモン GO にて実装されたということで色違いの入手も可能になっておりますで確率は19分の1ですね、まあ、つまり5.3%ぐらいの確率でゲットできるといった形になっておりますので色違いをね狙いたい方も是非ね今回、まあ、4日 1日以内にねイベントが終了してしまうのでぜひ参加してみてはいかがでしょうか。 でこちらのアクジキングのイベントがなぜポケモン SV に関係しているかと言いますと、まあ、アクジキングはねウルトラビーストという種類のポケモンなんですけども、まあ、なんと後編の青の円盤リリースの時にですねこのウルトラビーストが解禁されるというのがほぼ確定になっておりますと言いますのもこのポケモン SV でですねウルトラビーストの特性であるビーストブーストがもう含まれているんですよね でですので今後、ですねこの悪事キングがポケモン SV で内定されるという確率は非常に高いのでぜひゲットできる方は今回のイベント参加してみてはいかがでしょうかそしてもう1つね注目イベントとしてシャドーファイヤーの伝説レイドイベントがやっているんですけどもこちら開催はね10月の29日までとなっておりますのでま,あまだね余裕はあるんですけどもただ土日限定出現となっていますのでこちらは注意ですね。 でファイヤーはですねもうすでにこのようにポケモン s v で内定済みですのでなのでぜひねちょっと今回は GO からファイヤーを連れてきたいんだっていう方はシャドウファイヤーイベント参加してみてはいかがでしょうか。 ということで、以上ね、ポケモン SV にまつわるイベント情報、いろいろ紹介してきましたけども、中にはね、参加してみたいイベントがあるはずなので、ぜひ、ある方はね、忘れずに参加していただきたいと思います。で、このチャンネルではですね、こんな感じで、ポケモン SV にまつわるイベントがね、開催されましたら、その都度、動画でえ紹介していきたいと思いますので、このチャンネルね登録さえしていただければ、見逃すイベントはないかなというふうに思いますので、ぜひ、今のうちにチャンネル登録よろしくお願いします。 そしてねついでにこの動画の高評価もしていただけると非常に嬉しいです。ぜひよろしくお願いします。てなわけで今回のね動画はこれで終わりたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。それでは皆さん、バイバイ。 I'll take a-